はーい、どうも皆さん、こんにちは、ズラーです。リッキーです。というわけで本日はですね、今日はね、リッキーさんと勝負がしたい。でもね、普通の勝負じゃみんな見てくれないわけですよ。だから今回考えました。撮影中にポークマンにバレずにどれだけチョコボール食えるか勝負。やっ、ということでね、チョコボールいっぱい買ってきたんで、このチョコボールを偽企画中に何個食べれるかっていう勝負。5箱どっちも完食したら、これはドロー勝負ね。これどうなるんかな、わからんけど、チョコボールって言われなくても何か食べてることがバレたらアウトなんで、ポークマンが何か食ってねって言ったらもうその時点でアウト。口ふざぐのセーフ。もうだからこれ別に箱の中に入ってなくてもいいよ。まあ攻め方は自由なんで、早速勝負したいと思います。どうぞ。めっちゃメインみたいなサブちゃん撮る。こんにちは、ツラです。リッキーです。オイスポーツマンです。スーパーサイヤ人になってる。怪我足りん。はい、というわけでね、メインみたいな始まり方で始まりましたけど、じゃあ順番に近況報告してるか。キモお前。お前のヘルは臭いから大丈夫。ワンピース、ワンピース、サボのサボのサボの割りにくい。いや、お前今の終わったら近況報告。あ、近況報告。僕はですね、今月大阪も行って東京も行くんです。東京はね、死ぬけど、大阪行くんです。大阪なんで大阪行くかって言ったらね、たこ焼き食べたいなと思って。別に近場の銀だこでもいいね。いや違う、なんか大阪の本場のたこ焼きがええんや。また贅沢なこと言ってよ、本当。本場のたこ焼きがええんや。今日リッキーさん様子がおかしいよ。あ、リッキーさんの近況報告聞きたい。ない。ん、あるだろう。ない。一応まあか、まあ鶴が名刀、うん、透明犯、透明犯の名刀犯。おーい、拾ってきて。うん、いいや、別にそんくらい歩けへんのか、お前は。どこか、ど、これなんだっけ、あと言うことないっけね。やめろよ。なんで見ちゃいかん。もうすごくさ、おならが麻婆豆腐みたいにキモっ。さっきの、さっきの何度に思った。おならがさ、怖い。うん、もぐもぐしてんの。絶対食ってたし、なんか、うん、あーしてよ。あー、ベロ上げて。え、ベロ上に上げて。あー、これなんか食ってる。何食ってんの。え、何食ってんの。終了。はい、というわけで結果発表でございます。1箱目食ってたの。2箱目、はい、うわマジ。3箱目、お、中身1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。うわー、待って、うわー、強いなお前。というわけで、僕までバレずにチョコボール食べれるのか対決、勝者リッキー。おめでとうございます。ということで、優勝賞金の金のエンゼルです。イエーイ。